広島、コーコールドで待望の初勝利。広島が6回途中、雨天コールドで白星。開幕からの連敗を読んで止め、新井監督が待望の初勝利を飾った。初回に秋山の敵地打で先制。4回には、デビッドソンの2号、ツーランでリードを広げた。先発の遠藤も雨が降る悪条件の中での登板で力投。初回2時に1、2塁のピンチなど、再三得点圏に走者を背負ったが、粘り強く無失点を続けた。勝ったー。やっと開幕したか。試合終了、マツダスタジアム通算500勝、こんな勝ち方なのも新井監督らしいな。阪神の143連勝がなくなったわ。こんな日もあるわな。雨止むのが21時頃そっから、このグズグズのグラウンドを整備って考えたらそりゃ打ち切りだわな。西順からホームランも打ったし、雨天コールドとは言え勝った気はするやろよかおめ。新井さんらしい締まらない感じ好き。辛くない辛くない。